俺の副官は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、アップデート内容を結構僕まとめていると思うんですけれど、まだですね、大まかにしかまとめていないと、イベントだったりとか、まあ、イベント今回薄いんですけれど、イベントだったりとか、あと、十字窓の修正とか、そういう部分まとめていったと思うんですけれど、まだまだ改変されている要素はあります。そこでまあ、このですね、細かい改変要素、これについてですね、もうちょっとまとめていこうかな、というふうに思います。それではやっていく。まずですね、アンチに出入りする際に、まあ、なんか音が鳴るようになったんですよね。今までその、アンチの、まあ、なんて言いましょうか、ギリギリによると、どうしてもですね、まあ、自分がアンチ内に入っているのか、入っていないのか、わからないっていうのがあったと思うんですけれど、そこがちょっとですね、わかりやすくなったということで、まあ、そこを見ていこうかな、というふうに思います。はい、というわけで、アンチのギリギリにやってまいりましたが、アンチから出てみても、音は鳴りません。アンチ入ってみても、音は鳴りませんね。実際そのダメージを受けるアンチのキワキワじゃないとわからないみたいな感じなんでしょうね。普通にそのアンチが決まる手前からですね、このわかるようにしてくれるとですね、すごいこれ嬉しいんですけれど、ここまではしてないみたいですね。はい、というわけでアンチの方近づいてまいりましたので、これで出たり入ったりしてみましょう。これで出たら、あーなるほどね。音鳴りましたね。なんかボーンと音鳴りました。入ると、ああ、なるほどですね。このダメージを受けるアンチですね。まあ、これによってその出入りで音が鳴ると。白アンチでは、まあ、特に音が鳴るっていうわけではなさそうですね。白アンチでね、音鳴るっていう設定だったら、例えばアンチギリギリで戦わないといけないみたいな。そういう時に、まあ、その今自分がいる場所っていうのがアンチなのか、次のアンチなのか、次のアンチでないのかっていうのが判断できるんでいいんですけれど、それはまあなってないですもんね。これはちょっとね、惜しいっすね。うん。で、次ですね。味方のですね、まあ、ピンの色とか、表示の色が変わっているみたいなんで、そちらをちょっと見ていきましょう。取ろうと思ったんですけど、これはボツですね。なんでかっていうと、中国ですね、なんかこの数ヶ月で人めっちゃ減ってるみたいで、レジャー行っても通常行っても誰ともマッチングできないです。やばって思って。やばすぎません？人いなすぎでしょう。やばって思いました。だから今年は中国向けのアップデートが多めになるんですね、公約行動。で、次なんですけれども、一応前回動画でも言った通り、まあ、パラシュート降下中にですね、事前にマップにピンを立てておくことによって、降りる場所っていうのがですね、下の方ありますけれど、きちんとですね、詳細に実際見えている画面でもピンが立つというような機能が追加されてますね。これはやっぱり単純にですね、使いやすいのかなというふうに思いますね。はい。一応降下した後もこうやってピンの方は、消えましたね。はい。ピンの方消えるみたいですね。あとグレーがあるじゃないですか。グレー投げた時のログっていうのが形変わってます。前までは銃の色と同じだったと思うんですけれど、それが変化しているみたいなんですよね。投げてみて、あら？出ないっすね。あ、敵が投げないと意味ないって感じか。出てないっすね。これはいいや。研修できんな。全然うまくいかねえの。まあ、一応前までは白ログがマップ上に映っていたんですけれど、それがなくなってますね。で、一応ここですね、今黄色いピンがここ立っていると思います。自分の装備に合ったですね、そういうまあアタッチメントが押している際は、このようにですね、黄色いピンが立つという風になっているわけですね。ドットサイトまだ装備していませんでしたので、ドットをつけるようにということで、まあ、こういう黄色いピンが表示されるという風になってます。一応こんな感じで今までですね、少し歩きながら回復することってのができましたが、回復しながらですね、まあ、実際、しゃがみボタンを使っても、キャンセルがされづらくなっていますね。まあ、以上の部分がですね、今回、まあ、公約行動におきまして、変わったですね、改変された、まあ、戦闘要素の部分ですね。まあ、使いやすい部分もあったりとか、まあ、アンチに入った時に、まあ、音が鳴るっていうやつに関しては、少し、もうちょっとこうした方がいいかなっていう要素もありつつ、改変すること自体は悪くないのかなっていう、そういったですね、要素が大きかったかなというふうに思いますね。はい。もうちょっとこうしてほしいなっていうのは、正直ありましたが、まあ、あと不具合修正とかも、最近は取り組んでいるらしいので、まあ、悪くないのかなっていうふうに、思います。このままだったらダメですけれど、まあ方向性としては変わってきてはおりますので、ご評価したいところですね。はい。というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね。最近無駄ないじりが多い。やるところそこじゃねえよっていうやつばっかと。まあこれね、ありますよね。いじっている部分は、まあ悪くはないんですよね。まあ、ただ、やっぱりユーザー意見、ユーザーが望んでいる場所、複数箇所をですね、無視しながらそういったような改変を加えているっていうのは、まあ間違いなくですね、悪い印象に変化してしまう。その理由なのかなというふうに思いますね。まあ細かいところ、最近の直近あった部分で言うと、まあマントの質感とかですね、あれも未だに直っていないと、直す直すと言いながら直していない。まあ進撃の M4 とかも、まあ結局金券で販売せずスルーしたと。まあ普通に重いとか不具合が多い部分、壁抜きだったりとか、肝心なところをスルーしてどうでもいいところの手こ入れをずっとしていると、はい。いや時間がかかるんだよというふうに言い訳をしながら何年が経過したんでしょうか。まあ正直そういう部分ですね、多すぎる。
ていうのが、まあユーザーからの信頼を失っていると。コア行動の客離れを進めている一番の理由なのかなっていうふうに思いますね。で、次ですね。最近、この距離読み込まないのっていうの多くなったよね。トレインのマンションから一個倉庫の荷物読み込まないし、セントラル二分の一から山下ってきたり、お金見えんくなることもあるしと。僕もこの間遊園地マップをしていて、まあ50メートル以内にいる敵と戦っていて、なんかあの敵撃っていても、一発も弾当たらんな、みたいな。ちゃんと合ってるのにな、って思いながらずっと撃っていたら、まあその敵と自分の間にある木箱が描写されずに、まあなんかですね、全然意味ないものを撃っていたみたいな。そういうことってのはありましたね。はい。最近結構その、まあ壁抜きとかもそうなんですけれど、近くにある遮蔽物ですね。まあ木箱とか、そういうものが描写されていないってことが、すごくですね、増えているな、というふうに思いますね。まあ正直ね、まあちょっと、競技性みたいな風に思っちゃいます。で、次ですね。昨日友達と荒野やった時に、距離的に建物や車両が見えないって言っていたけれど、どういうことと。まあ、荒野行動をやっていない人からしたら、距離が離れたら、建物とか車だけ見えなくなるよ、みたいな。そのゲームって大丈夫みたいな風に、していない方やったら必ず思うはずですね。こういう部分から少しずつ、ネットイースとか、まあ、荒野行動イコール、ダメなゲームっていう、そういったようなですね、印象っていうのが、まあ、根付いてしまうんですよね。なんか大丈夫みたいな。初見の人からも大丈夫って思われてしまうような要素っていうのが、荒野行動多くて、とてもじゃないけれど、人には勧められないよね、みたいな感じで思ったりとか、とてもじゃないけれど、多額のお金を費やすのは、ちょっとバカだよねっていう風に思われてしまう。こういった部分、まあ信用を失うっていうのもあるんですけれど、まあ信用を稼げないっていうのも、まあゲーム性のそういう悪い部分から来ているんですよね。で、次ですね。お前らフレアガンがパクリって、それは暴論やろうと。まあこれはわかりますね。フレアガンっていうか、まあ信号弾自体はですね、まあ現実にもあるようなものですよね。はい。まあ煙とかで自分の意志とか、あとまあ信号を味方に伝えるってのは、実際のその戦場でも、まあよく使われるものかなっていうふうに思います。まあしかしですね、まあ例えばフレアガンもそうなんですけれど、荒野行動って事前に同じようなゲームの中にあった何かの要素ってのを持ってきていることが多くて、まあ多いっていうか、それしかないんですよね。まあ荒野行動運営って自分で物を作り出す、新しい何かを作り出すことのできない企業っていうふうな評価を現状されておりますね。自分で作っていない、どこかから持ってきていると、まあパクリというふうに言われてしまっても仕方ないですよね。自分で生み出したものがあるのであればそのようには思われないんですけれど、現状ないですからね。はい、一から作ってそれでなおかつ流行らせたみたいな、それがないんで、どうしてもその荒野行動イコールパクリゲーム、ネットイースイコールパクリ企業というふうに思われてしまうと、まあ、これは仕方ないのかなというふうに思います。まあ中国だったらそれでもうまくいくかもしれませんけれど、日本だったり世界目線で言うと、まあやっぱりですね、オリジナル要素がなければですね、評価されないと。これはここが作ったよねとか、これはこの人たちとか、まあ、この企業が作ったよねっていうものがあるから長くですね繁栄している企業というのは、その繁栄っていうのも保証されているんですけれど、ネットイースにはそれがないんで、まあだからこそ今荒野行動だったりとか、ネットイース自体が自利品になっているんだろうなっていうふうに思います。